とと神戸から来ましたクラクですえっと、私のところは、ま署、あ、内の、えー、ニーズに応えるのが、えー、まあ、メインのミッションで、えー、時々外部のも引き受けています。えー、共同利用という形には、えー、そのオフィシャルな意味での、えー、共同利用という形にはなっていません。でえっとまあ、今回、こういう企画、なかなかあのどういう方向に行くかわかんない中で、長野さん、鹿島さん、あのアイディア、えっと、まあ いい皆さんいい時間あのつ過ごしていただくのにつながればなと思っています。で、えっと、私のところも、えー、NGS だけじゃなくて、まあ、今あの地味なサンガーシーケンスだったり、えっと、あとは質量分析ですねであとは、えっとまあ、時々あのイレギュラーにあのデータ解析だけちょっと手伝ってっていうのは NGS 限らずいろいろ分子進化とかゲノム進化の方の解析で引き受けることは あ,ありますで、えっと、NGS の話ですがまああのー、どういうところでも大体傾向同じだと思いますけど年度末はかなり忙しくなるのでまああのなんかちょっとテス,テストとかやるにしても12月までにはちょっと片付けようよって言いながら、えー、ちょっとずつ毎年いろいろ試したりしてきてます。あのー、正直ゼロからの、あのー、なんか開発っていうのは そこすでにあるプロトコルを、えーまあ、節約ですねあのコストセービングしたりあとはまあちょっとデータ取得効率を上げたりっていうような最適化をするようなあ工夫ぐらいはしてるというそういう感じです。あとはまあ論文に出ている新しい手法をお 取り入れてできるだけ身近に使えるようにということも時々やります。で、えっと、まあ、ハイセックの稼働をですね、えっと、私のところは正直、んっ毎週いつでも動いてるってわけじゃなくて、動いてない週もあるぐらいです。あのハイセック2台ありますけど、1500が2台ありますけど、えっと、律測が他のステップだっていうことで、後でちょっと言いますけど。で、えっと、まあ、ラボ としては研究もしてますし、あとは技術支援のスタッフも、うんとまあ、ゼロからの開発じゃないにしても、いろんな最適化のトピックについて、まあ、ファーストオーサーでも論文出しましょうという話にしてて、今回も2件ポスター出してますので、ご興味あればご覧ください。でえっと、こちら、ちょっと字が小さいんですが、えっと、内訳ですあの。うちは特に えっとこの青いですね、水色が RNSEC で、オレンジがチップ SEC ですけど、まあ、それがかなり割合が多いです。で、えっと他のそうです、ね、ゲノムシーケンスなんかは僕自身のプロジェクトでやったりはしてますけど、メタゲノムだったり、あとは人の疾患関連のサンプルとか、そういうのは全くなしですね、そこら辺はちょっとあの拠点によっていろいろ傾向が違うと思います。で、えっと 署、まあ、内の人たちに、まあ、日頃接して顔が見える逃げられない状況の中で、えー、いろんなニーズに応えようっていうそういうことなんですけどやっぱり日頃からのいろんなそのマインドの底上げっていうのが結局自分たちの仕事を楽にするっていうのが、まあ、はっきり分かってきてますので例えばこういうのを僕がとあるごとに見せてそんな一本の矢印ですんなり最初から最後までいくもんじゃないよっていうのを、えーまあ、ちょっとずつちょっとずつ刷り込んで。 でまあ、こっちのいろんな努力も分かってもらうっていう形で、えー、っとやっていますで、えっと、いくつかかいつまんでなんですけどまあいくつかそうですねなんかあの判断というか、えー、っと傾向というかあの簡単に文字にしていますで私のところは正直あの新しいこと出てもまずは絶対タッチしないっていうのが実はあの人数かなり限られた中で,でしかもいきなりドバッと大きな依頼が来たりもするので。 えー、その流れを止めないようにっていうのであの軽々しい、えっと、トライはしないっていうことを実はあのしています。であとはそうですねあの結構小口の、まあ、10個20個とかのサンプルの依頼が多いので、えー、一律そのたくさん多検体でやるようなシステムを正直入れてなくてそれでまあ,あの特に問題は起きてないですね。で えっと、あとはまあ予算的なところですけど、これは当然、身近なあの内部の人がまずは幸せになるための施設として存在してますので、人件費はちゃんとついてて、で実際、解析費用かかる分と装置のまあ保守契約をまあユーザーで割って、それで賄っているという感じで、最後、ゼロに終われば OK というあの収支の話ですけど。 えー、そういういい運営をしていますで、えっと、内部結局値段つけられないしインフォマティシャンの人件費は出てますので、えっと、そこはもうあの当然手数は限られてますからどれをどのぐらいどういう順序でやるかっていうのはかなりコントロールしてやってますが、えー、解析に費用は取っていません外部から受ける時も、まあ、もちろん相談した上でやりますということならタダ、えー、でやってます。 であとは、そうですね、さっきシーケンサーはあのフル稼働じゃないって言いましたけど、やっぱりライブラリプレップとインフォ、まあ、そのシーケンスの前後に立足があるから、えー、シーケンサーはちょっと、まあ、あの動いてないときもあるという話です。で、えー、っと私自身のところは、まあ、あの結局、次世代シーケンス以外にもやってることはありますし、正直、我々も実は、害虫の。 可能性いろいろ今試し始めているとこなんですね。で、えー、っとハイセック2台あるうちの1台の保守契約も実はあこの4月から新たに入らないことにしてで、えー、今後の流れは様子見ながらちょっとフレキシビルに対応できるようにっていうふうに考えていますがそれでもあの実験デザインだとかデータ解析のところでやらなきゃいけないこといっぱいあるなというそういう感じがしていますとりあえず以上です。 ありがとうございます。えっと